これはアジアで最も古い人類の資料の一つである北京原人の頭骨であります。現代人と比べると目の上の高まりが非常に大きいそれから歯の噛み合わせや顎が大変力強いというような大きな力がありますが人類の多地域進化説においてはこの北京原人の特徴の中に モンゴロイドの特質がすでにに現れているいるそうううふうに考える立場でございますいろいろありましてちょっと難しいのですがシャベル状の、えー、摂氏ですねこの前歯の奥がちょっとくぼんでいるというこれモンゴロイドの特徴でありまた下,下顎にこう隆起、えー、があるそれから頭の頭頂にこう突起があるそれからあのインカボ骨というのも えー、南米で発見されたモンゴロイドの特色でありますがそういう特色というものをこの北京原人がある程度備えているそれから以降多分混血はいろいろあったと思うのですがこういうような特徴が、えー、特徴を持つ人たちがまあ子孫を残してまあモンゴロイドを形成したのではないかというのがまあ世界の多元的なこう人類進化説であります。